バトナはアルジェリアの都市。バトナ県の県都に定められている。2008年当時の人口は29万645人であり、アルジェリアの都市では5番目に人口が多い。シャウィーア人が多く住む都市の一つで、オーレス山脈の中心都市でもある。アルジェリアの首都アルジェの南東315キロメートルに、位置し、町の西には空港が置かれている。 大通りを中心に計画的に建設された市街地が広がり、町の東には軍事基地が置かれている。アトラス山脈とサハラ砂漠を結ぶカンタラ街道の防衛のためと周辺の産地の警備のため、1844年にフランスによって設置された軍事基地がバトナの起源である。1848年に基地はラスル・アイウン・山ンの東に移転し、 翌1 8 4 9年にバトナと解消された。2007年9月6日にバトナであるカーイダによる大規模な自爆テロが起きる。3日間にわたってアルジェリア東部を視察していた当時のアルジェリア大統領アブデルアジズブーテフリカが最後の日にバトナを訪れる機会を狙い、大統領一行の見物に集まった群衆の中で自爆テロは決行された。 テロはブーテフリカが町に到着する直前に行われ、15人から20人の死者、107人の負傷者が出た。国際連合安全保障理事会は、このアルカイダによるテロ行為を強く非難した。バトナは標高150メートルに位置し、オーレス山地の入り口となっている。周囲を山に囲まれた盆地にあり、ティラ島川が流れている。火器は熱く乾燥し、 冬季は肌寒く、湿度も高い。1945年1月4日には、バトナで、アルジェリア最低気温の低、摂氏20度が記録された。バトナは、森林資源、農産物の小取引の中心地となっている。また、ティムガットなどのローマ時代の遺跡を観光する拠点とも、なっている。ありがとうございます。